お久しぶりです、こんにちは今回4作目になります。前回からだいぶ期間が空いてるので、待っててくださった方いますかね今回はこの長さからだいぶ今まで以上にカットすると思います。最後まで楽しみにご覧ください。